ヌビアヌビアは、エジプト南部アスワンあたりからスーダンにかけての地方の名称。古代エジプト語のヌブから古代イギリシアローマ人がそう呼んだのが始まり。アラビア語ではヌーバ。ヌビア語はレプシュースにより、黒人との混血、ライニッシュにより、ゲンハム語、ベステルマンにより、スーダン系とされてきたが、グリーンバーグ以降ナイルサハラ語族の東スーダン語派とされている。 もともと、エジプトとヌビアは同一の祖先から分かれた国であった。ヌビアは、古代から金や鉄、銅などの鉱物資源に恵まれ、エジプトにとって重要な役割を担ってきた。現在では、本来の文化や風貌など、古代以降にギリシャ人、ローマ人の移民が流入し続けたエジプトとは異なる、独自性を残している。中世以降、アラブイスラム帝国の流盛により現代、 ヌビア人はかなりにおいてアラブ系に同化している。現在は北部の一部がエジプト領、残りはスーダン共和国領である。ヌビア遺跡群は1979年に世界遺産に登録された。ロッシーニのオペラ、リッチャルドとゾライデが中世十字軍時代のヌビア地方の中心地ドンゴラを舞台とした物語となっている。ありがとうございます。